修学賞の一部、セルゲイ・ラフマニノフのチェロ・ソナタと短調作品19は、1901年に作曲されたチェロ・ソナタ。ラフマニノフは本作においてピアノは単なる伴奏ではなく、チェロとピアノが対等な関係にあると考えていた。ラフマニノフは1900年までの3年間をあまり生産的でなく過ごした。このような状況に至ったのは、 第一公共曲が初演の後で酷評されてからだった。それからのラフマニノフはうつ病に苛まれ、ニコライダーリ博士の催眠療法を受けている。1900年にラフマニノフは、ピアノ競奏曲第2番に取り組んだ後、速やかに、チェロソナタに着手したのであった。本作は、作曲者の友人、アナトーリー・ブランドコーフに検定され、 1901年12月2日にブランドコーフと作曲者自身のピアノによってモスクワで初演されている。ブランドコーフは悲しみの30奏曲第1番の初演者でもあった。初演後、ラフマニノフは改定を加えたとみられ、初版には1901年12月12日と記載されている。楽曲は以下の4楽章からなる。レント、 アレグロモデラートアレグロスケルザンドアンダンテアレグロ、モッソ演奏時間は約35分今日の大作。ロシアのピアニスト、アルカーディボロドスは、第三楽章をピアノ独奏用に編曲しており、録音も残している。ノリス、ジェフリー、ザマスターミュージシャンズ、ラフマニノフ、ニューヨークシティ、シャーマーブックス、ピアニッシモ、11、19、33、 38 40, 123, 12 4, 8,、40、123、124、168、177、ISBN0 から02から87万685から4、https://books.google.com/.books?id="apc にあこじ」、ハットクラシカルアーカイブス。ありがとうございます。